最近、まあ、今までこの配信で僕、ビットコイン軽く買ってますよって話はしてたと思うんですけど、えー、仮想通貨のいや、ビットコイン、仮想通貨の中でも王道のビットコインを最近15億円分買いました、なんでかっていうと、ですね僕、皆さんに投資を推奨するわけじゃないんですけど、多分ね、これ、結構、かく上がってくんじゃないかなと今、思ってるんですよ、えー、いわゆるこうバイビットの日本社長とかとも話したりとか、まあ、専門家の人とかと今、結構ディスカッションしてて、まあ、上がる要素しかないと。 で上がり要素があるなっていうのが3つ大きな理由があって、1つがまずネガティブニュースで反応しなくなりました、アメリカの、ねえー、と大きなその仮想通貨の会社が倒産するとかどうこうっていうので暴落したんですけど、まあ、それからもネガティブなニュース出てるんですけど、ネガティブなニュースが出てもあんまり下がらなくなったんですよね、つまりね、下落余地が、ね、あんまりもうなくなってきたんじゃないかなということで、これ以上悪いニュースがガンガン出ても、あんまり下がらないってことは、まあ、限界、底、ま、値、あの限界なんじゃないかなと、まあ、ちょっと今、上がってますけども、も、ま、と、あ、いうことが1つ要因としてあります。でもう もう2つ目が、今、ですねアメリカのアリゾナ州かな、えどっかの州であビットコインをえ法定通貨として使おうっていう、ね、動きが今出てるんですよ、で僕この間エルサルバトル行ってきたんですけど、エルサルバトルは法定通貨としてビットコインが使われている、確か初めての国だったんですけど、まあ、実際、まあえー、街中でどこもかしくも使えるわけじゃないですけど、使え,たとこ使えるところは、えー、あったみたいです、まあ、僕、使ってないんでもあったみたいですって表現になっちゃうんですけど。 これからアメリカでもそういう形でディスカッションされることでビットコインの安全性どうなんだろうとかビットコインってじゃあ本当にいいものなんだろうかっていう評価の見直しがもう一回行われると思うんで多分ね上がっていくんじゃないかなと思って。 もう3つ目はまあアメリカの利下げですよね。利下げだったりとか、あとビットコインのまあ半減期って言われるのが、来年かな来年あるんですけど、まあ、節目節目で結構上がるイベントがあるんですよ、これから。えー、なので、えー、と今、ロング、まあ、買いのポジション持った方がいいかなということで、僕は15億円迎えました。はい。まあね、去年はね、1 5億円分ドローダウンというかマイナスになっちゃったんで、えー、今年今15、15億円分ビットコインを買って、ちょっと挽回していきたいなと、えー、思ってます。今回はなんかちょっとそれなりに自信があるかなと思ってるんで、えっ、ー、と、今、お話をしています。 はい。